どうもダイヤウルフの見た目完全に人妖が龍です。さあ本日なんですが、このダイヤウルフっていうモンスターですね。これ新しいパックでね、最新パックで追加されたんですが、このモンスターやっとランク4の汎用除去になるわけですね。一旦日とコモカードのエクシーズ素材を一つずつ使うと、獣族、獣戦士族、超獣族モンスター一体とフィードのカードを一枚対象としてそのカードを破壊すると、まあ、もちろん自分自身がね対象になってますんで、まあ、スクラップドラゴンで自身破壊するみたいな感じの効果と同じような感じで使えると。でこれまあいろいろ普通の使い道しちゃうと、要は4並べてその2枚を使って相手のカードを1枚破壊するみたいな感じになっちゃうんで、基本的にはそんなに強くないじゃないですか、その動きは。なんですけど、こと磁石デッキに関してはめっちゃ強いんですよ。これなんでかっていうと、そのレベル4がまず並びやすい、この辺のモンスターたちでレベル4が並びやすいよっていうことと、デルタになるからね。で、マグネットフィールドでとか一族の結集とかで蘇生がしやすいということで、このねデルタは基本的に邪魔じゃないですか。リンクスってフィールド3枠しかないんで、なんかその残っててベルセリオン着てベルセリオン破壊されると、ベルセリオンの効果で一応アルファベータガンマ除外されてるやつ特殊召喚できるのに、なんかその盤面が埋まってるから特殊召喚できないとかあったじゃないですか。これを退場させることができる。デルタ並んでるダイヤウルフして相手のカードを除去しながらデルタバチョボチョくれるんですよ。これがすごい強いですね。やっぱり要はダイヤウルフで相手のまあ底なしとか、まあカナディアとかデモンチェーンとかインガーセザンとかサンダーブレイクとかそういうカードを踏みに行けるんですよ。一回ダイヤウルフで様子見るっていう、でその後にベルセリオンも着地していけるっていうのがあるので、これ相当ねこの動きは強いですね。なのでまあこれ1枚でまあ十分かなとは思うんですけど、とりあえず1枚入れといて あげれば、まあ、正直ちょっと環境デッキのパワーについていけてない感はあるんだけど、磁石自体がねなかなかなんですけど、まあなんだかんだやっぱデルタ並んだ時のダイヤウルフの除去はかなり便利なんでね、一番ダイヤウルフを使いこなしてるデッキなんじゃないかなと個人的には思っています。皆様いかがお過ごしでしょうか。ぜひねちょっとデュエルの内容を見ていただいて判断していただければなというふうに思っております。それでは早速デュエルやっていきましょう。デュエル3枚新次元の磁石の力を見せてやるぜ。エレクトロマグネットウォーリアーガンマーを召喚して効果は発動しない、まあ、でも結集にはあったらまあそこそこか。このね、レベル4が2体並んで今まではねなんか大したことなかった、要はデルタ並んじゃって、でそのデルタを殴られようと殴られまいとなんかそのモンスターを処理する時間がないみたいなねことがよくあったんですが、今回からはそうでもなくなったということを見せていきたい。さあ、デルタ効果でこれでベータいきましょう。で結集ベータでベータでアルファ、さあ流れるように動いていく。でアルファでベータ効果でデルタ、はい、でこれで追払いはできるかな。これは使わなくてもいいねまだね。で追払いできる。これで召喚剣も使わずダイヤウルフが立てれるんで、さあなんか光ります。じゃあまず踏みに行きましょうと、まず相手の魔法トラップカードを、踏みに行きましょうと。ダイヤウルフで、でこれ召喚剣まだ使ってないのでダイヤウルフで、まあ、底なし落とし穴なり、まあ、因果切断なりデモンの支援なりなんなり、まあ、そういったカードを、まあ、まず一回これで踏み抜いていくっていう感じですね。はいはい、因果切断 OK です。因果切断ってことは真ん中のカード結構重要なんじゃないかな。ホーリーアヒバリアね。でデルタ召喚しじゃなくてアルファ召喚してアルファ効果を発動。さあアルファ効果でベルセリオンも手札に加えていく。そしてサイコウィールダーも得意召喚で、ここでトラップ止めですね。ここでトラップ止め、こうしてでこれでナチュルパルキューンを出すと、このモンスターはトラップカードが発動するとそのカードを無効にして、破壊する。その代わり墓地のコストが2枚いるよっていうね、効果になってますんで、まあ、とりあえずこのアルファベータガンマを全部除外してベルセリオン出していくと。でコストは余っているので、効果使っちゃっていいですね。さああれ何なのか見ていきましょう。
さあそのカードなんですかと。さあナチュルパルキオンさんで飛びますよと。サンダーブレイクですよと。これ最強ですね。理想ムーブ取れました。これがダイヤ磁石の最強ムーブです。対戦ありがとうございました。これはリプレイ保存だ。さあお相手の方、イザヨイアキちゃん、アキちゃんね、アキちゃん、ベータでフィールド効果、ベータでベータ守備でベータ効果、アルファでエンド。さあなかなか硬いと言っていいのかな、ちょっと難しいですね。この2体並んでるのはまあいい方ですね。1体しか並ばないパターンも結構あるんで。さあギアギアクセル、はいはいはい、なるほど、ギアギアクセル、ギアギアクセル、オッケー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 、ギアアーセナルか、アーセナルアクセル、あ違う、アクセルアクセルか、アクセルアクセル、オッケー、アクセルアクセル結構強いんですよね。でギガギアギガントクロス、はい、ギアギガントクロスさ、あれだよな、ギアギアギガントクロスとかだったらいいのにね。ギアギアではないから、アクセルとかを特殊召喚することはできないんですよね。あのギアギガントがいても、ちょっとねそこはまあちょっと強すぎましたけど、ギアギアギガントクロスだったら。さあセットセット、バトルフェイズ2枚あるか、あバトルフェイズ入ってくれるんだ、あでもまあそれはそっちか、それはそうか。でデルタで、デルタ効果、ない方だからガンマ落とす。でこれが多分攻撃止まる。で攻撃止まって、あ攻撃止まんない、あじゃあ戻すわ。あれこれ戻すってのでかいな、戻すってのは相当でかい。でウィーダー来た、はいはい、でだ先にちょっとダイヤウルフ、作りに行って一回あれしましょうか、あの強い払いしましょうか。相手のフィールドのセットカード2枚を、セットカード2枚があのうまいこと強い払いできると安全にベルセリオンが着地できるんで、今罠カードが強いからベルセリオン着地をね、あの結構妨害されちゃうんですよ基本的には。なのでそれが一回梅雨が入るっていうことがいいところではある。さあここでダイヤウルフを召喚していく。さあ俺はデルターとデルターでオーバーレイ、2体のモンスターでエクシーズ召喚、強化炉ダイヤウルフ、そしてダイヤウルフの効果発動、自身と相手のフィールドのカードを選択し破壊していく。これねダイヤウルフのいいところは退場してくれるんで、退場してくれるのがすっごいいいところですね。これでベルセリオンが破壊されてもまたアルファベータガンマーがね。さあデモンズチェーンオッケーで、アルファ召喚しアルファの効果発動。さあどうする、さあゴリゴリ踏みに切るぞ。さあサイコビルダーも出せるぞ、ほらねこうなるんですよ、最強すぎん、ダイヤウルフめちゃくちゃ強いわ。さあお相手の方、クジャクマイ選手よろしくお願いします。デュエル3倍、いやーちょっとコナミさん、ちょっとシャッフルしてもらっていいですか、ちょあのデッキシャッフルしてもらいたいんですけど、自分シャッフルよろしいか、一応壁立てといた方がいいか、3枚あるから1枚くらいは使ってもいいの多分ね、1枚は使ってもいい。でシンクロしない方がいいと思うから、一応まあこれターンエンドでいいかな、そうだねターンエンドでいいよ、まあ、肉焼きですよ。サイコビールだ、来すぎでは、どう考えても。どういうシャッフルプログラム組んでんだよ。ドリルバーディオン、やべえモンスター来た。やべえモンスター来た。いや、やばい、それはやばいよ、それはやばいよ、あー、やばい、なんか見たことあるな、このデッキ。なんか見たことあるな、このデッキ。あれこれどういうデッキだ、あれれ、あれ、あれあれあれれ、あれおかしいな、なんかこのデッキなんか3連打できるとか聞いたことあるんだけど、これはなんかこれどういうこと、これエネミーコントローラー引けてないから、俺クリボール遊戯王はドッジボールだって言ったろって話、これもしかして遊戯王したかったらクリボールドッジボールのボールぐらい持ってこいみたいな、そういう話、おかしくないですかこれ、このゲーム。